してる可愛い子見つけました。こんにちは。今日は楽しいですか？楽しい。難しい。好きな選手は？ごめんね。大島選手。誰だそれ？誰だ？ああ、大島選手でしたね。無理ね。無理無理そんなって言わせようとしない。ダメですね。ダメですね。こんにちは。こんにちは。今日は楽しんでますか？はい、お名前は？松本のどかです。のどかちゃん、のどかちゃん何歳ですか？5歳。好きなドラゴンズの選手は誰ですか？荒木選手。のどかちゃん、このおじちゃん知ってる？知らない。結構ね、投げてるんだけどね、マウンドでの眼光はすごい鋭いから覚えといてね。ミリ様ですか？ありがとうございました。ソフエファン、ソフエファンと。いや、ソフエファン、ソフエファンを探す。33番いなぎで。はい、3番はい、ミリ様ですか？名前は？ミユです。じゃあ、今日は楽しいですか？はい。好きな選手は？どうしたんき？あー、イケメン好きだな。あ、ちょっと、そうそう。おー、痛い痛い。珍しい。好きな選手は？ソメイ選手。あ、だから違う。これ言ったよ。なんで周辺選手は。じゃあなんでソブさんのユニフォームを持つの？ちょっと3が1個多いかな。あるじゃん。ほら、いますね。嬉しい。ちょっと来て。こんにちは。名前は？です。ソブ選手のいいとこ教えてください。いいとこですか？あの、顔で人殺すの。人は殺しません。顔で殺しそうだと。ありがとうございます。いい感じで。ほら、いるじゃん。あ、本当だ。ありがとうございます。いいなぁ。お世話になってます。ほら、眼光ビームって書いてあるよ。あれ、CBC さんがつけたんですよね。あ、そうなんだ。ひどいっすね。眼光ビームいいじゃないですか。ありがとうございます。じゃあ、また行きましょうか。じゃあ、ソブさんの目はそんなに面白くありません。そっちまで来れないよね。ソブさんの目はそんなに面白くありません。ソブさんつまらん。ただ、この声は立場だな。はい。それでは、あの、好きな選手。あ、すいません、スタッフさんです。スタッフさん。公演が行く。ソブさん。12月15日の行きます。12月15日、イベントやるんですか？ぜひ皆さん来てください。いいね、突然の告知をしてますけど。すごい呼ばれたんですよ。おっ、二人は兄弟かな？違います。かっこいいね、髪の毛。チャラいね。お母さんにやれって言われたの？いや、お母さん。チャラい。かっこいいね。いや、ちゃそうだな。じゃあちょっと聞いてみようかな。好きな選手は？京田選手ですね。好きな選手は？松坂さん。僕も好きです。これも好き。好きな選手は？高橋。なかなか出てこないな。好きな芸人さんは？あ、ありがとうございます。スクエさんぽって言ってる。ありがとね。すごいですね。ジャパンジャパン。あ、ジャパン。嬉しいね。どうも。ちょっと待って、ちょっと待って。女子大生です、女子大生ですっていう前の出方、どういうこと？女子大生なの？女子大生です。何歳今？19です。
とも19歳、どこの学校言える？愛知東邦大学、新宿大学です。僕、僕いいとこ言ってるね。そうでもないっす。そうでもね、自分で言わない。好きな選手は誰ですか？京田選手です。亀澤選手です。次行きますか、次。ピッチングももちろんですけど、ブロッコリーが食べやすくなりました。